ここなら休めそうね。元気が出たわね。カタル君、ハーウッドの野郎もか。かわいそうにな。器としての完成、本来なら人の身で耐えられるもんじゃねえ。完全崩壊せず耐えられちまうからこその苦痛。まさに DG の猛襲の賜物ってな。てめえ、器、さっきも言っていたな。それがこの島で研究されていた教団の本流とは異なる何かってわけか。ああ、全くもって外れてたってわけでもねえが、神の器、奴らはそう呼んでいたらしいな。神の器。500年前、とある勢力によって隠れ蓑として立ち上げられた DG 教団。そうとは知らぬまま、奴らは大陸各地に勢力を広げ、目的から大きく外れた一派もいくつか生まれた。中でも女神を完全に否定するために、異なるアプローチで真の神を迎えられねえか、そう考えた一派が立ち上げたのが楽園であり、神の器の計画だった。すなわち神の依り代となる人間をてめえらで用意しようって計画だ。遺伝子操作や薬物投与、さまざまな方法を駆使して完全な人間を人為的に作り出し、完成した器に神を下ろす儀式を行うっていうな。何を言ってんのよ。完全な人間、読んでそのままの意味だ。精神的に、あるいは身体的にも含めての。それこそ手段は問われなかったらしいぜ。奴らの息がかかった病院で出産を控えた母親への薬物投与に遺伝子操作、本流でも行っていた人体実験で壊れちまった子供たちの再利用なんかもしてたらしい。その副産物としていろいろな研究成果もたまっていってたみたいだな。あの研究所で見た人格の移植もその一環ということに。いいえ、むしろその計画の根幹を担っていたんでしょう。神を下ろす実験と称して、器とやらに人格を植え付ける手段として。それってあくまでお前さんはサンプルで、人工的に植え付け始めたのはそれ以降らしいが、ちなみにこの坊主は楽園の出身じゃねえ。別の場所にあったロッチで生まれたらしいぜ。教団に所属していた両親が我が子に実験を受けさせ、ついに完成した完全な人間。この計画の最も有望な被験者、すなわち男でも女でもある存在としてな。そういうことだったのか。伝承にある天使の特徴を人工的に再現されて、それも自分の実の両親に。そうか。ま、神の子として生まれたおかげで
そこまで凄惨な実験は受けなかったそうだが、それでも幾度となく投薬と洗脳を繰り返され、異物であることを植え付けられたらしいぜ。この世への貴族感を薄れさせ、いずれ神を下ろすにふさわしい素体になるために。まあ結局その日は来なかったんだが。結社による楽園壊滅の1年後、表で行われた掃討作戦、当時技術対策や被害者の保護活動のため、ハミルトン博士も参加されていたそうです。その縁で博士に引き取られることになったんですね。できればあんたの口からは聞きたくなかったわ。他人の触れられたくない部分をよくも平気でズケズケと。聞いたのはお前さんたちの方だろう。俺にとっちゃ背景はどうでもよくてな。大事なのは企みに利用できるかどうか。その意味でこれ以上付き合う意味はねえが、これもまあ見届けのうちだろう。また暴走しているみたい。それじゃ後始末は頼んだぜ。俺は俺でまだやることがあるんでな。待てや、この5人を呼んで。今はカトルさんを何とかしないと。逃げて、もういいから。僕は人じゃない、この世に行っちゃいけない。パパもママもそれを望んで、これ以上みんなを傷つける前に。カトル、大体バンさん、いちいち矛盾してない？仮に僕たちがあなたと同じ立場だったら、絶対に放っておかないよね。ああ、全くもってその通りだな。何あの時の俺と同じ道をなぞろうとしてやがる。思い出せ、お前が悲しませないと誓った大切な人たちは誰なのかを。教団の連中か、狂ってお前を差し出した両親か、違うだろうが。てめえが筋を通すべき相手を間違ってんじゃねえ、カトル・サリシオン。さあ、その通りです。どうか確かなものを手放さないでください。あなたがその手で掴んだ絆と縁、それこそがあなたをあなたたらしめているもののはず。博士やエスメレーさん、たくさんの人に愛されて育まれたんでしょ。それがきっと答えのはずよ。天使の異物だろ。俺たちを差し置いて、てめえ自身を勝手に決めつけてんじゃねえ。それに私たちは傷つかないし負けません。はい、あなたを、大切な仲間を取り戻すためなら、だから、だからどうか戻ってきてください、カトル君。アニエスさん、みんなも。行くわよ、バンさん。教団が今なお苦しめ続ける犠牲者、私たちの過去を含めて救うためにも。俺たちも最大限サポートする。付き合いは短いけど、裏解決屋の先輩だもんね。すまねえ、行くぞ。気合を入れなさい、バンさん。行くわよ。
舞台の幕を開けるわよ。ゴー！グリムキャッチ！チャンスよ！リャックスペース！ヤッ！行くわよ。お茶にするわよ。お上がりなさい。助かりました。私が相手です。行くぜ！チャンスだ！チャンスです！
全力でいきます。癒し準備はできたわ。援護するわ。せい。行くわよ。トライ開始。悪いな。チャンスです。おまけだ。レン先輩、お茶にし、チャンスだ。暗き力へ、青へと帰りやがる。
ミッション開始でおきましょうか。覚悟はいい。酔いしれなさい、グリムナイトワルツ。大丈夫か？バンさん、みんなには知られたくなかったな、過去のこともこの体のことだって。カトルさん、ふっ、細けえことグダグダ抜かしてんじゃねえ。大体みっともねえ姿も過去も俺らは散々見せ合ってきただろうが、今さらその程度でお前を見る目が変わるとでも思ってんのか？ああ、そもそも所長からしてろくでもねえもんを抱えてる事務所だしな。お前はお前だ、カトル。俺たちにとっちゃ他の何者でもねえ。自分で言うのもどうかと思うけど、ま、大なり小なりはあるにせよ、何かを抱えていない人間なんていないわよね。はい、その通りです。それでも出会って、支え合って、いくつもの困難を乗り越えてきました。まあ、デリカシーのないおじさんが勝手に暴露したのはさすがにどうかと思うけど、大切なのはどう向き合うかでしょ。そして、知った以上は支え合えるはずです。踏み込まれたくない部分はお互いにわきまえた上で、私の背景や家族のことを受け入れて、皆さんが一生懸命考えてくれるように。私たちがそうしたいと思うこと、それは何よりも確かなものでしょう。どうか大切になさってください。あなた自身が築き上げてきたものを。リセットさん、みんな、いた！カトル君！カトル君！よかった！無事みたいだね！エレネ、あんたが送ってくれたのか？殿下たちの方は大丈夫なのか？ええ、皇太子殿下の命で送らせていただきました。ハミルトン博士には広告も体温がありますゆえ、この程度は当然でしょう。心配したんだから。でもよかった、本当に。カトル君がいなくなったら、博士もヤン兄さんも私だって。エレネ、ごめんなさい。僕、また投げ出そうと、大切なものがあるって分かってたのに、本当に本当にごめん。お二人のことはお任せを。隙を見てヴィラに離脱します。千の破壊者、おそらくまだ何かあるはずです。ああ、やつは遺跡の外じゃなく奥に歩いていったからな。あの様子だとお前さんやカトルのことすら不石だった可能性すらある。そこまでですか。確かに想像する最悪の常に斜め上を行くのがあのおじさんだし、一刻も早く追いかけた方がいいわね。だったらこのまま行くぞ。ええ、カトル様の分まで。DG 教団の秘密ロッジ、この先に一体何が。カトル君の件を考えても一筋縄ではいかないでしょうけど、行きましょう、決着をつけるために。レンちゃん、うん。
あの祭壇、妙な息吹を感じます。霊的な仕掛けか？そっちは詳しくないが。霊力を注げば動かせるかもしれねえな。止めよ、うがちなさい。よし、道がつながったな。よっ。早速不気味っつーか、すさまじい悪しき息吹。これってまるで、とてつもない悪意を感じるわね。今までどこか感じていた空恐ろしさ、すべてはここから来ていたということですか。遠隔攻撃に注意じゃ。あら、宝箱みたいね。お宝発見ね。ムレてやがんな。あら、面白そうなアイテム。進めないぜ。よう、裏解決屋に3と9、そして楽園の落とし子だったか。昼間は世話になったね。 MK を振り切るの結構大変だったよ。
さて、俺たちに言われてもな。自業自得ってやつじゃないか。その呼び方もやめてほしいわね。私は落とし子のつもりはないから。トゲの双子、やっぱり立ちはだかるか。いやらしい立ち回り。メルキオールの庭出身なだけあるね。一応褒め言葉と受け取っとくか。でもあんなのと一緒にされるのはちょっと不愉快だね。まあ最後のくだらない余興には付き合ってあげたけどさ。スウィン君たちが言っていた、組織が壊滅するタイミングで残党たちで殺し合ったってやつか。ああ、あの死の共演は丸一日続いたんだ。昨日まで顔を合わせてた人たちとただただひたすら殺し合ったよね。管理人の命令は絶対。死にたくなけりゃ殺すしかなかった。潜入はいらない、工作はいらない、隠蔽も報告すらいらない。その意味じゃいつもよりも面倒はなかったかもな。そうして殺して、また殺して、殺して殺して殺しまくった。さらに殺して殺して、殺して殺して殺して、殺して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 、最後に動いているのは僕と夜私だけになった。ちょっと待ちなさい。あんたたちどうして。何を笑っていやがる。いやごめんごめん、話してたら思い出しちまってさ。マジ楽しかったよな夜だ。うん、あれはなかなか上がったね。昔からずっと思ってた。ああ、ほんとみんなうざいって。さらわれてきた子供たちも教育係も壊れっぱなしの管理人たちも。そいつらを一気に掃除し終わった時の気分って言ったらたまんなかったぜ。ま、あのメルキオールをこの手で殺せなかったのだけは心残りだったけどな。狂ってる。なるほど、庭園の最高傑作ってのを自称するだけはある。そこを競うつもりは全くないけど、はっきり言って哀れかな。さらってきた子供たちを教育するというおぞましい育成システムを持っていた庭園だとすれば、あなたたちも。おいおい、的外れな哀れみはよしてくれ。僕たちは別にさらわれて庭園入りしたわけじゃないぜ。私もイクスも生まれた時からあそこにいたからね。そういう意味ではホームって感じかな。自分たちで潰しちゃったけど。ま、そんなわけで自分の在り方に疑問なんかこれっぽっちもねえんだわ。おかげでこんなおもちゃで遊ぶことだってできるんだしな。球体に剣。あ、まさか。嘘だろ、おい。リアクターウェポン、セイマ剣アペイロン。マフィアのボスが使った古代遺物まで。どうしてどうしてそれを。あなたたちが。剣が行方不明なのは聖杯騎士さんたちから聞いてたけど、アルマータによって製造されたのは去年確認された2発だけだったはず。なるほどな。エレインたちが掴んできた通情報、
要するにアルマータの遺産はゲネシスの外郭だけじゃなかったわけだ。ははご名答。とはいえアルマータが持ってたもんじゃない。マフィアのデータをもとに13工房ってところで複製された試作品でな。国防外廃棄区画に持ち込まれたアウローラっていうのと同じ。まあ剣の方は報告に運び込まれる前にこっそり盗んだだけだけど。そう、全ておじさんと間接的に博士の仕込みだったわけね。ですが反応兵器はもう起爆はできないはずでは。ええ、複製されようがあくまでもそれは未完成品です。去年の事件ではシャードと古代遺物の力で強引に起爆させていました。そしてあの魔剣は王家の血を引くジェラール・ダンテスしか使えないはず。だったら試してみるかよ。おっさんの許可をもらってるしな。大陸史上最大の大量破壊兵器、正直どんなもんか興味があったんだ。まあ起爆したが最後、僕らも無事には済まなそうだけど。私の力があればギリギリ逃げられそうだね。まあ賭けにはなるだろうけど、イクスと一緒なら構わないかな。冗談じゃない、止めるわよ。ああ奴らには何かがある。とにかく兵器を抑えるぞ。クレイユ村の悲劇絶対に繰り返させない。そうこなくっちゃな。止められるもんなら止めてみな。地上ではめられた借り返させてもらうよ。決めるわよ。イエー、最高の花火をあげようぜ。オーケー、決めるよイクス。援護するぜ。させない。続いて逃げ場はねえってのはゴルゴダリンテグラ。チャンスよ。見せてあげる。どんなものでも盗んで。グリムキャッツ誕生。頼んだわアニエス。癒しをイノセントヒール。ジュリスさん、トライ開始。やっやっ、好きにはさせないわ。サポートするわ。よっ、行くぜ。決めて。はい、そうだよ。大丈夫。よろしく。切り裂けダージュブレイド。続いてダンスと行くかよ。そらそらそら。チャンスよ。トライ開始。最大癒しもイノセントヒール。バンソン暗き力へ、青へと帰りやがる。行くわよ。ザイファクル、セクセット上がるね。続いて逃げ場はねえってのはゴルゴダリンテグラ。援護するわ。忍び寄れ。チャンスよ。
ミッション開始といきましょう。覚悟はいい。酔いしれなさい。グリムナイトワルツ。よろしく。ダンスといくかよ。そらそらそら。そらよ。行くわよ。決まってけよ。休憩しましょう。どうぞ召し上がれ。やっ、やっ、負けません。ブーストレール最大です。ドライブを開始し。ハッハ！きたきた！やっ！助かったぜ。続きは！切り裂けた。大丈夫。させません。こちらの番だ。ザイパクドよし。ソラよ。チャンスです。ドライブを開始します。よろしく。飲み込め。チャンスよ。はあ、いつでも行ける。出番だ、ジュリス。バリアント、セナーチェック。よろしくお願いね、レッツ。当たりすぎない。やあ、行きなさい、オリアス。ダンスと行くかよ。そらそらそら。チャンスだ。こっちの番よ。ザイファクル。いいやし。シールド展開。よっ、いくわよ。ドライブ開始。よっ、よっ、させない。せっ、こちらの番だ。頼んだわ、僕。いいさく。続く、レッツ。続きは飲み込め。行けた。チャンスよ。駆動開始じゃ。ドライブ開始。癒やし。続いて。ダンスと行くかよ。そらそらそら。やっ、やっ、よろしくお願いね。チャンスだ。容赦はしねえぜ。とくと味わえ。装填反射。よろしく。こいつは効くぜ。行くしよ、ファイト。好きにはさせないわ。どうか頼んだわ。バスターカノン。畳みかけるわ。いいぜ、終わりだ。砕けろ。行きなさい、オリエス。最大です。癒しはイノセントヒール。チャンスよ。
行くぜ。いつでもいい。忍び寄れ。よろしく。逃げ場はねえ。好機よ。パテルマル。バスターキャノン。無駄無駄。チャンスだ。ザイパ駆動。とっとと片付けさせてもらう。させません。よろしく。こいつは効くぜ。行くしよ。バレット。さっきと上がるね。空よ、行きます。癒しもイノセントヒーロー。サポートするわ。はっ、はい、こっちの番よ。ザイファクル、はっ、はい、チャンスよ。ジュニスさん、バリアント、セナーチェンジ。チャンスだ。耐えたね。忍び寄れ。負けません。全力でいきます。ドライブ開始。よろしく。こっちの番よ。おじゃるし、させない。よろしく。借りは返すぜ。ドラムを開始します。チャンスよ。サポートするわ。やあ、行きなさい。アリエス、スキル発動。痛っ。調子に乗んなっつーの。夜だ。いくつ始めるぜ。闇よりいいで光を払うね。何でも言えねえブリーダー。チャンスだ。続いて。こいつは効くぜ。行くしよ。バレット。忍び寄れ。負けないんだから。よし、出かれよ。ドライブ開始。おせおせで行くわよ。行くぜ。ドライブ開始。させない。空よ。はっ、はっ、負けません。癒し、レン先輩。起動開始。いつでも行けるわ。ザイファ駆動。やっ、よろしく。にぃ、上等だ。ふいふい、タイゼン。続きだ。切り裂け、ダージョブレイド。やっ、よろしくお願いね。
やるね。好機よ。よろしくお願いね、レン。全力でいきます。いきます。ディズニールガード。はっはー、来た来た。こちらの番だ。ドライブ開始よ。夜だ。いくぜ。始めるぜ。闇より入れて光を放め。でも逃げる。ブリンガー。ソラよ、続いて。続きは好きにはさせないわ。仕込みを準備。ザイサクよろしく。逃げ場はねえってのはゴルゴダに言ってるな。チャンスです。癒しはイノセントヒーロー。ジュディス、ザイサ駆動。もらったわよ。続きだ。サポートするわ。よろしく。こいつは効く。チャンスよ。やや、や、逃げた。消しちゃおう。爪が甘かったな。まさか本当に。この間合いではシャード障壁でも。やめろ。先には進めないぜ。よう、裏解決屋に3と9、そして楽園の落とし子だったか。昼間は世話になったね。 MK を振り切るの結構大変だったよ。さて、俺たちに言われてもな。自業自得ってやつじゃないか。その呼び方もやめてほしいわね。私は落とし子のつもりはないから。トゲの双子、やっぱり立ちはだかるか。いやらしい立ち回り。メルキオールの庭出身なだけあるね。一応褒め言葉と受け取っとくか。でもあんなのと一緒にされるのはちょっと不愉快だね。まあ最後のくだらない余興には付き合ってあげたけどさ。
スウィン君たちが言っていた。組織が壊滅するタイミングで残党たちで殺し合ったってやつか。ああ、あの死の共演は丸一日続いたんだ。昨日まで顔を合わせてた人たちとただただひたすら殺し合ったよね。管理人の命令は絶対。死にたくなけりゃ殺すしかなかった。潜入はいらない、工作はいらない、隠蔽も報告すらいらない。その意味じゃいつもよりも面倒はなかったかもな。そうして殺してまた殺して、殺して殺して殺しまくった。さらに殺して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 最後に動いているのは僕と夜だけになった。ちょっと待ちなさい、あんたたちどうして。何を笑っていやがる。いやごめんごめん、話してたら思い出しちまってさ。マジ楽しかったよな夜だ。うん、あれはなかなか上がったね。昔からずっと思ってた。ああほんとみんなうざいって。さらわれてきた子供たちも教育係も壊れっぱなしの管理人たちも。そいつらを一気に掃除し終わった時の気分って言ったらたまんなかったぜ。ま、あのメルキオルをこの手で殺せなかったのだけは心残りだったけどな。狂ってる。なるほど、庭園の最高傑作ってのを自称するだけはある。そこを競うつもりは全くないけど、はっきり言って哀れかな。さらってきた子供たちを教育するというおぞましい育成システムを持っていた庭園だとすれば、あなたたちも。おいおい、的外れな哀れみはよしてくれ。僕たちは別にさらわれて庭園入りしたわけじゃないぜ。私もイクスも生まれた時からあそこにいたからね。そういう意味ではホームって感じかな。自分たちで潰しちゃったけど。ま、そんなわけで自分のあり方に疑問なんかこれっぽっちもねえんだわ。おかげでこんなおもちゃで遊ぶことだってできるんだしな。球体に剣。まさか嘘だろ。おい、リアクターウェポン、セイマ剣アペイロン、マフィアのボスが使った古代遺物まで。どうしてどうしてそれを。あなたたちが剣が行方不明なのは聖杯騎士さんたちから聞いてたけど、アルマータによって製造されたのは去年確認された2発だけだったはず。なるほどな。エレインたちが掴んできたっつう情報、要するにアルマータの遺産はゲネシスの外郭だけじゃなかったわけだ。ごめんと。とはいえアルマータが持ってたもんじゃない。マフィアのデータをもとに13工房ってところで複製された試作品でな。国防外廃棄区画に持ち込まれたアウローラっていうのと同じ。まあ剣の方は報告に運び込まれる前にこっそり盗んだだけだけど。そう、全ておじさんと間接的に博士の仕込みだったわけね。ですが反応兵器は
もう起爆はできないはずでは。ええ、複製されようが、あくまでもそれは未完成品です。去年の事件ではシャードと古代遺物の力で強引に起爆させていました。そしてあの魔剣は王家の血を引くジェラール・ダンテスしか使えないはず。だったら試してみるかよ。おっさんの許可をもらってるしな。大陸史上最大の大量破壊兵器、正直どんなもんか興味があったんだ。まあ起爆したが最後、僕らも無事には済まなそうだけど。私の力があればギリギリ逃げられそうだね。まあ賭けにはなるだろうけど、イクスと一緒なら構わないかな。冗談じゃない、止めるわよ。ああ、奴らには何かがある。とにかく兵器を抑えるぞ。クレイユ村の悲劇、絶対に繰り返させない。そうこなくちゃな。止められるもんなら止めてみな。地上ではめられた借り返させてもらうよ。別々に抑えてもダメだ。だったらなんとか同時に。シャオ、イエー、最高の花火をあげようぜ。オーケー、決めるよイクス。ソラよ、コーキよ、パテルマテル、バスターキャノン、チャンスよ。見せてやる、どんなものでも盗んで。グリムキャッツ参上。チャンスだ。頼む、アリエス。ドラゴンを開始します。さてと、上がるね。来た来た。やっ、よろしく。切り裂け、ダージャブレイク、よろしく。ダンスと行くかよ。そらそらそら、借りは返すぜ。ザイファ駆動、頼むアリエス。そらよ、チャンスよ。よろしくお願いね、デン。キュン、よろしく。逃げ、忍び、行くぜ。バカ、大丈夫よ。せっ、ふん、鈴木は好きにはさせないわ。エモシルはさせるかよ。捕らえたよ、エルターオニキス。頼む、アリエス。続いて、こいつは効くぜ。やっ、やっ、好きにはさせないわ。駆動開始じゃ。捕らえ返しや。忍び寄り、いや、今
大丈夫か？シールド展開。逃げた。続きだ。何か。後期よ。チャンスだ。よろしく。私が相手です。癒し。はっはっ。上等だ。ドラえ返しさせない。行くよ。はっ。許さないわよ。援護するぜ。後期よ。救急士。や、悪いな。助かりました。行くぜ。ブーストゲージ、リミット解放させるかよ。チャンスです。ドラムを開始。やチャンスよ。クルーブースト全開よ。ドラえ返しよ。させるかよ。ドラえ返しよ。サポートするわ。ソラよ。ソラ頼む。アリエス、スキル発動。行って。調子に乗んなっつーの。忍び寄る。こっちの番よ。お茶に。夜だ。いくつ始めるぜ。闇より入れる光を払う。でも逃げない。ブリガー。私が相手だ。ブーストゲージ続いて。逃げ場はねえっての。チャンスだ。頼んだわ。バカ。無駄無駄。チャンスよ。やっ。よろしく。キュリサ捕らえたよ。メルターオニクス。続いて。ダンスと行くかよ。ソラソラソラ。チャンスです。チャンスよ。サポートするわ。ふん。続きだ。こっちの番よ。仕込みは自動開始じゃ。降参した。頼むぞ。ミネル、ビュータック。こちらの番だ。ドラえ返しよ。援護するわ。ソラよ。よろしく。ダンスと行くかよ。そっと。チャンスです。ヒルンデは頼んでは、アニエス。
開始。借りは返すぜ。バンさん、そうだよ。スタンだ。やあ、頼む、アリウス。スキル発動、シールド展開。好きにはさせないわ。よろしくお願いね。畳みかけるわ。ええ、集いだし、いただき。チャンスよ。ほー、癒し。やるね。夜だ。いくつ始めるぜ。闇より入れて光を払うめ。パンデモニウムブリガー。行くぜ。ソラよ、続きは飲み込め。おい、ソラ、後期よ。援護するわ。シールド展開。負けないんだから。やっ、よろしく。飲み込め。こちらの番だ。ザイファ駆動。いや、続いて。好きにはさせないわ。駆動開始。そうだよ。やっ、チャンスよ。やっ、よろしく。よろしく。チャンスだ。ザイファ駆動。大丈夫か。援護するわ。やっ、はっ、おっ、チャンスです。やっ、頼む、ありゃ。スキル発動。いって、いって、よろしく。許さないわよ。よろしくお願いね、レッ。ザイファ駆動、続いて。チャンスだ。よっ、いきます。いや、よろしく。ハッハコーチよ。続いて。よろしく。援護するぜ。チャンスよ。強く出かけよ。トライを開始。やっ、よろしく。チャンスです。全力でいきます。悪いな。はっ、はい、こっ、好きにはさせないわ。援護するわ。させない。はっ、続きは。チャンスだ。はあ、出力でかいよ。
量産しとけば。あなたはシュリック、ミネル、リュータ。ソラよ、助かりました。行きます、全力で行きます。ドライブ開始。続いてよっ、行きます。続きは後期よ。仕込みが十分じゃない。ザイファ君、続いて。おかえり、許さないわよ。出力全開だよ、エリクさん。決めて、バン。よっ、続きはこちらの番だ。よろしく。見切った。後期よ、準備はできたわ。いい加減邪魔なんだけど。お茶にする。よっ、はい。こっせ。チャンスよ。よっよっ、今です。チャンスです。全力でいきます。癒しを祈って。続いて。チャンスだ。きつい。コーチよ、仕込みは十分じゃない。運用開始じゃ。頑張ってください。下がりなさい。よろしく。負けません。下がりなさい。これだよ、エルターオニキス。逃がさないわ。シールド展開。スッ、シールド展開。やっ、はっ。好きにはさせないわ。お茶にする。させません。よろしく。死ぬ。こちらの番だ。そろそろ死んでくれない。この調子でいきましょう。バンザイ、入れろ。チャンスよ。ミッション開始といきましょうか。覚悟はいい。酔いしれなさい、グリムナイトワルツ。ありえないって。あ、やったか。これからも頑張ります。当然ね。反応兵器を抑えた。すぐシャード隊の爆縮レンズを解除するよ。大人げねえな。もう少し油断してろっつーの。二人同時に抑えてくるとか、さすが
抜け目ないじゃん。クソガキどもが。さっき垣間見せた剣との共鳴、油断なんかできるわけないでしょ。はい、隙を見せたら間違いなく起爆されていました。だがその聖魔剣を扱えるのは旧王家エルダリオン家の血を引く人間だけのはずだ。現代に残っていたのはあのジェラール・ダンテス、いやジェラール・エルダリオンだけだったな。お前ら奴とどういう関係だ。ばあさん、それってまあ見た目じゃわかんないよな。庭園の構成員たちにタロットの小アルカナと数字のコードネームがあんのは知ってるか。だけど僕たちにはちょっとだけ特別なコードネームが与えられてたんだ。 WE、 父親が受け継いでいたエルダリオンの頭文字を重ねた名前、双子だからって二人合わせてなのはちょっとセンスを疑うけどね。まさかあんたたちはジェラール・ダンテスの実子とでも言うのですか。あくまで血縁上だ。そもそも会ったこともねえしな。まあ家族に興味なかったみたいだしね。私もイクス以外はどうでもいいし。まだ教団があった頃、その男が幹部司祭だった時の話だ。もはや耐えつつあったエルダリオン王家の血を教団で流れさせる。ただそれだけのために教団が適当な相手を用意して適当に産ませたのが僕たちってわけだ。結局その数年後に教団は壊滅して、ジェラールは裏社会に身を潜めたけどね。その後めでたく私たちは庭園に引き取られて双子の暗殺者になった。それだけの話。でも心底どうでもよかった血がこんな形で生きてくるなんてね。ああ、そこは僕らもびっくりでさ、まさに選ばれし者、マジラッキーって感じ。そんなわけないです。どこまでおぞましいんだっつーの、クソが。覗き込めば覗き込むだけ闇が深まっていくって感じね。それが僕たちが生まれた教団、育ってきた庭園にも通じるんだろうな。僕が言うのもなんだけど、壊滅した今になってここまでのことを引き起こすなんてな。なあスリー、それにナイン、あんたらに一度聞いてみたかったんだ。まさか過去から逃げ切れたなんて、幸せになれるなんて本気で思っちゃいないよな。嫌な言い方だね。それくらいなあちゃんたちは分かってる。あなたたちなんかに言われるまでもなくね。完全に制圧されたガーデンの最高傑作さん。はあ？そっちの方がよっぽどじゃない。教団のことも庭園のことももう終わった話よ。そんなものにこれ以上誰にも傷つけさせない。あの反応兵器すらおじさんにとっては博士から持ち出したおもちゃに過ぎないんでしょう。彼の真の目的は、いいえ、教団はここで何をしようとしていたの？カトルやお前さんのことを考えると確かに引っかかるところではあるな。はい、そうした教団のやり残しを彼がなぞっているとするなら。悪いけど僕たちは仕込みを手伝っただけで、おっさんの目的とかどうでもいいんだわ。この先にいるだろうからそっちに直接聞いてくれよっと。
ち上がれ。お断りかな。今回はさすがにもうゴリゴリ。これで頼まれてた仕事も終わったし。ああ、試験でもあったっけ。ふっ、旧大点には届かなかったけど、まあ結構面白かったんじゃね。あんたらがおっさんの企みを止められるか、あとは高みの見物としゃれ込むか。そんじゃな。逃げられましたか。たく、厄介すぎる兄弟ね。ひとまず撤退したってんなら、これ以上構う必要はね。止めた反応兵器は後で何とかするとして、俺たちは奥に進むぞ。はい。あの破壊という人が何を企んでいるかは分かりませんが、打ち砕いて蹴りをつけてみせるわ。本当の意味で過去を清算するためにも。いい気合いじゃねえか。そうと決まれば行きましょう。ジェラールの子供たち、さすがに想定外でしたが、ま、哀れむ必要もないかな。あの子たちは完全に闇だし。ええ、試験という言葉も気になるけど、ここは先に進むのみでしょう。ああ、今はハーンウッドだ。教団が残したもので何をやらかそうとしてるかはわからねえが、絶対に止めるぞ。行くぜ。敵の水道、行きます。任せてくれですね。魔法攻撃が有効じゃない。変革攻撃が有効じゃない。
発動。決めて、バン。続く、ね。残発動。や。出番だ、ジュリ。チャンスです。ドラゴン。よし。連戦パン。崩したわ。や。リキルさん、オーディエス。いい感じです。アリエス、よくやったな。せい、くせえ。行きます。鋭角攻撃中止。任せてちょうだい。にぎわってるわね。よ。魔法攻撃有効じゃない。よ。さあ、せい。解決屋諸君に連、無事にたどり着いたみてえだな。人造天使に反応兵器まで乗り越えるとは思わなかったぜ。カトル君のことは到底許すわけにはいきません。当然反応兵器を所持していたことも、加えて国際法で禁止される BC 兵器の運用、今後は今まで以上にマークされるはずです。所属しているはずの結社まで裏切って、文字通り全てを敵に回した。そこまでしてあんたがやろうとしていたことの答えがそれか。ああ、見事なもんだろう。最悪のカルト教団の一派が仕立てた禍々しくも美しい姿勢上、連中は隔離用の門なんて呼んでいたみたいだがな。隔離用の門、凄まじい霊視反応。センサー類がどれも計測不能を示していますが、
います。おびただしいまでの悪しき息吹、舌のめずりするような視線と息遣い、解き放たれてしまえば全てを飲み込んでしまうほどに。なんだそりゃそうだ、ネメス島、楽園と呼ばれた教団ロッジ、失われた神を追い求めるうちに歪み、やがてたどり着いた本流とは似て非なる目的。それはゼムリア大陸そのものを神の降臨にふさわしく作り変えることにあった。作り変えるだと？何を言って。本来人が干渉し得ない高位次元、私たちが生きる現実世界と接続することで、高位存在である悪魔や天使、邪神を呼び出す。いいえ、ただ呼び出すんじゃなく、人にとって変わらせようとしているのね。そうだ、お前さんの実験過程で得られた人格を植え付けるという研究成果、人に天使を下ろすという狂気も、そこにつなげるための仕込みでしかなかった。否定すべき女神エイドスを報じる愚かな人々を高位存在と入れ替える。そしてこの世界を真の楽園に作り変え、今度こそ奴らの神を招き入れる。それこそがこの島で行われ叶わなかった奴らの悲願であり、新たな教義ってわけだ。そんなことが馬鹿げてん。そんな妄想のために人体実験や虐待を繰り返したっていうの？ああ、その通りだ。だが馬鹿も突き詰めれば化けるもんでな。やり方自体は間違っていなかったが、踏み越えられなかった最後の一歩。皮肉なことに、あの掃討作戦による壊滅が最後のトリガーになったらしい。壊滅してなお残った偽りの神への妄執と、それを阻む者たち全てへの怨念、何よりもこの地で犠牲になった人間の拭いようもない数多の無念、それらの想念に高位次元の存在が引き寄せられ、この地に小さな門が開いた。俺はそいつを広げるための最後の一押しをしてやったまでだ。あのデスゲームにも似たある種の極限状態において、この地に残る想念を再び呼び起こし、当事者であるお前さんたちを揺さぶり覚醒させることで高位存在どもを引き寄せた。結果はご覧の通り、あとはこいつで蓋を開くだけだ。ゲネシスの改革、ここで出してきやがるかよ。今にも出てきそうです。一度門が開ききったらもう止められない。あの半魔化の時すら超える数多の化け物が島中に、いえ大陸中に溢れ出すはずよ。文字通りの百鬼夜行ってか。させるかよ。鍵はあの外郭だ。一刻も早く破壊から奪い取る。思い通りになんかさせるもんですか。はい、全力をかけてでも。いいぜ、おじさんが相手をしてやるよ。腐っても蛇の使徒第四中、猛毒を煽る覚悟で挑んできな。相手になるぜ。おじさん、久々に張り切っちゃうぜ。援護するぜ。
さて、一服どうだ。これが失礼。チャンスです。さて、レン先輩、使用開始じゃ。トライ開始。やや、行くぜ。ガッツくなって、これでも食らいな。負けないんだから。使用開始じゃ。到来よ。チャンスです。それ頼んだわ。アニスキル発動。うん、援護するわ。行くぜ。暗き力へ、青へと返り上がる。
気よ。財産駆動。好奇よ。今宵はようこそ私のお社会へ。そのまま眠りなさい。グランレイジロダンデス。さっさと。ふう、一服どうだ。俺も失礼。チャンスよ。サポートするわ。チャンスだ。ブースト全開よ。おまけよ。そうだよ。いけた。チャンスです。ブーストレール再ドライブを開始させません。やっつけなくて。後期よ。お茶です。バンさん。出力全開だよ。財宝駆動。そうだよ。やっ、行くぜ。ブーストゲージリミット解放。やっ、頼んだわアニエル。スキル発動。そうそう、そう来なくっちゃな。シールド展開。ガッツくなって。チャンスだ。いつでもいい。おまけよ。後期よ。財産駆動。ブーストレールドライブを開始します。やっ、やっ、レン先輩任せる。チャンスだ。やっ、やっ、もらった。やっ、行きなさい、アリアス。スキル発動。チャンスよ。やっ、出ません。ガッツくなって。こっちの番よ。ザイファスリー。はぁ、あ、ー、おまけよ。やっ、レン先輩ひざまずきなさい。チャンスよ。出力でかいよ。セーフセーフ。任せたわ。やあ、行きなさい、アリエス。後期よ。準備はできたわ。任せる。はっ、畳みかけるわ。お任せ。行きなさい、アリエス。全力で行きます。ドラインを開始。一本行くか。きたきた。こちらの番だ。さて、It's Showtime! 招待するぜ、アンブラ・ノーデンス。ごいご苦労。後期よ。
せいぜい許していこうぜ。よっ、行くぜ。いつでも行ける。そうよ。チャンスよ。華麗なるショーで始まるよ。覚悟はいい。酔いしれなさい、グリムナイトワルツ。よろしくお願いね、レン。仕込みは十分じゃない。ザイファクル。さっさて、ふぅ、一服どうだ。これが必須だよ。チャンスです。癒しはイノセントヒール。いいよ。好きにはさせないわ。あちゃに頼んだわ、ジュディスさん。今だ。お楽しみはこれからだろう。決めて、バン。もらった。させるかよ。ガッツくなって。チャンスです。全力でいきます。ドラムを開始します。ドラムを開始。一本負けないんだから。やっ、はい、残念。やあ、行きなさい。オーディエス、スキル発動。援護するわ。させません。ガッツくなって。させない。ガッ、こちらの番だ。続く、レン。はい、残念。行きなさい、オリエス。癒し、チャンスよ。しないよ。フッハオマオ。さっさと、さっさ、追撃よ。続く、レン。ザイファクル。いや、させるかよ。ガッ、許さないわよ。せいせい、もらったわ。よ、よろしくお願いね。頼んだわ、バンさん。もらったわ。はっ、好きにはさせないわ。もらった。ガッツくなって。チャンスよ。ザイファ駆動、立て。チャンスだ。やっ、助かりました。そうだよ。おっと、後期よ。はい、残念。よっ、よろしくお願いね。任せるの。チャンスです。スーパーレベル再ドラインを開始します。さて、It's Showtime。 招待するぜ。
アンブラ・ローデンス。ごゆっくり。好きにはさせないわ。おじさんの後押しで臨界点を突破してしまったみたいね。レン先輩、バンさん、アニエスたちも手伝ってちょうだい。こうなったらシャードだろうが裏技だろうが、どんな手を使ってでも抑え込むしかない。楽園をここで終わらせるためにも。そうだな、いつまでも教団を引きずるわけにもいかねえ。ハトリ様の分までシャード全開で対処いたします。きついわね。ちょっと戦力が足りてないかも。あと少しなのに。それほどこの島を渦巻く想念が。クロス、呼ぶのはクロスだけなの？僕も応援する。もう誰も痛い思いをしないように。自分を信じて、レン。私たちはもう知ってるわ。あなたは強い子だって。頑張れ、レン。僕たちがついてる。やあしき息吹が消えました。なんとかなったみてえだな。ああ、やりましたね、レン先輩。先輩、
うん、よかった。ありがとう、アニエス。それからみんなも。いやー、お見事だ。まさか完全に封じ込めちまうとはな。虎の子の外郭もあっさり奪われちまったし、せっかくの計画が完全にパーになっちまった。やっぱ裏でフィクサーとして動いてる方が、おじさん、性に合ってるのかね。てめえ、計画を潰されたっていうのに随分と楽しそうだな。必死こいて練った犯罪計画をあっさり潰されるのもおつなもんでな。いつも完全犯罪を狙ってちゃ肩が凝っちまうだろ。だからお前らは面白い。俺の思い通りにならねえんだからな。理解できない価値観だけど。わからないわね、おじさん。あなたがそうまでして結社を裏切ってまで教団のやり残しにこだわった理由が。ああ、そこは俺も気になっていた。庭園の始まりに関わってたのは聞いたが、ここに至ってもなお目的が見えねえ。一体何がしたかったんだ、希代の犯罪者であるあんたは。別に DG にこだわってるわけじゃねえが、ガキの頃から知ってる娘が未だに引きずってるって聞いたもんでな。俺が間接的に手掛けた庭園という犯罪、その材料の一つに使った DG 教団、終わっちまったもんについてはスパッと忘れて次に行くのが俺の美学だが、視界に入る範囲でそんな風に引きずられちゃ気持ちよく次の企みに移れねえだろ。まさか先輩に乗り越えさせるために。犯罪者の美学ってやつか。はあ、あまりこのおじさんを過大評価しない方がいいわよ。どさくさで動機を私に押し付けてるけど、散々好き勝手やってたのは間違いないんだし。そうです、反応兵器や PC 兵器だって、カトル様のことも含めてあまりに利己的な動きが目立つかと。間違いなくチート娘の方がついでだよな。やれやれ、信用あるね。まあいい、おじさんの出番はここまでだ。後ろだ。残念ね、優雅に一発で仕留められると思ったのに。なあちゃん、赤黒い魔装機グレンデルゾルカ、あれが。話には聞いてたけど、ここにいるということは。てめえ、やっぱり組んでやがったな。この場まではだが、しかし懐かしい空気だ。ガーデンマスター、アラミスの地下に現れた、庭園の主を名乗ったという。これにて契約は完了。ご苦労だったな、千の破壊者殿。これでようやく最後の仕込みを始められる。ま、今後は一切感知するつもりはねえ。あとは勝手にやってくれ。そっちの目的が達成できるかどうか、せいぜい楽しませてもらうぜ。
じさんから立て続けたわね。バンさん、いける？やるしかねえだろ。お前さんに見せんのはバーゼル以来か。メア！また現れたわね。そっちの二人も含めて使徒での借りはまとめてまとめて返してあげるんだから。なあちゃん、あの子記憶は、うん、今はそれどころじゃないか。そっちも準備はできてるわね。当然だ、やる。行くわよ、カード解放。テイクバックレベル。やっぱり見事ね。直接戦うのは軍の駐屯地以来だな。ええ、ですが戦力的にはあの時よりも。カトルさんの分まで全力でサポートします。偽物野郎が、覚悟しやがれ。ラーちゃんも今度こそ取り戻してみせるんだから。ああ何人集まろうと敵じゃないわ。片付けちゃいなさい、クレンデルツァルだ。
や！
てならこっちの方が強いはずなのに。まだだ。お前らも大丈夫か？はい、なんとか。敵も消耗してる。このまま畳みかけるわよ。ああ行くぞメア。もう一度。すまないバン。改革が。おい、こんな時に何をやってやがる。だからこそだ。獲物が一番油断している時を狙うのは定石。戦闘の最中はその最たるものだからな。すーちゃん、ちょっと一体何を。よくやった。ご苦労だったなスーイン。さすがは俺のパートナーだ。ああエース。スインくん、ちょっと待ってよ。これでようやく第8のゲネシスが完成する。回収し損ねたか。まあいい、7つもあれば十分だろう。てめえ、返してください。それはアニエスさんの大切な。進化すら理解できていない小娘には過ぎたる代物というものだ。これでようやく始められる新たなる夜明け、正しき歴史を紡ぐ時だ。行くぞスイン。アルテラ、そちらも引くがいい。了解よマスター。ラーちゃん、くそ。待って待ってよスーちゃん。言ったじゃない、その人は違うって。お兄ちゃんはとっくにいなくなって本物なわけないって。ナーディア、悲しいなナーディア。まだ信じてくれていなかったとは。会うのは子供の頃以来。無理もないか。黙ってて、あなたはお兄ちゃんなんかじゃ。大丈夫だよ。ナディアは心配しなくていい。お兄ちゃんがついてる。ずっと一緒にいるからな。ナディアちゃん。混乱するのも仕方ない。だが、これが真実だ。今は行く。だが、もしお前が望むなら、俺はいつでも迎えに行こう。お前がどこにいても必ずな。待て、スイン。あなた、
本当にそれでいいの？ああ、俺はエースについていく。たとえ彼がどんな風になったとしても、それが俺にとっての償いなんだ。すまない、ナーディア。スーちゃん待って、ナーちゃんを置いていかないで。約束したじゃない、ずっと一緒だって。スーちゃん、スーちゃん、スーちゃん。素晴らしい成果ですね。評価ランク更新させていただきます。確かに受け取った。ははは、文句なしだな。光栄です。